日産、フーガ Y50、Y50 型フーガ、フーガ Y50 は、日産自動車が2004年から2009年まで、栃木工場で製造し、日本国内で販売していた、E セグメントクラスの乗用車である。セドリック及び、グロリアの後継車種として、2004年10月に、日本国内で発売された。日本ではセドリックは、ブルーステージ、グロリアが、 レッドステージの取り扱いであったが、フーガは、量販売系列の全モデル並ミ売りカに先駆けて、量販売系列で販売された。日本国内のほか、北米、ロシア、中東、韓国など、日産自動車の高級車ブランドであるインフィニティが展開されている地域では、セドリック、グロリア同様、M シリーズとして販売された。中国では、日本国外では、 唯一、2005年6月に、日本使用者の 350XV 及び 350XVVIP に相当するモデルのみが、日産ブランドでフーが、漢字表記はフーが、マフラーは日本使用 450GTK と同じく4本出し、として発売されたが、2007年1月に中国にインフィニティブランドが参入したため、マイナーチェンジを機に、 2008年1月以降は、インフィニティブランドの M35 として販売された。また、三岡自動車は、セドリック、グロリアをベースに2004年まで、ガリュー E を生産していたが、2005年7月に、フーガベースの、ガリュー EE に変更した。2003年10月に行われた第37回、東京モーターショーには、フーガ、フーガ、フーガの名称で、 プロトタイプモデルが参考出品された。V35 型スカイライン同様に FM パッケージを採用しており、後に発売されるフーガのデザインもこれをモチーフとしている。ただしこのコンセプトカーは後に発売された市販版よりもホイールベースが 50mm 長くなっており、障子風の天井張りなど和がイメージされていた。年月のニューヨーク国際オートショーでは、 北米使用者のインフィニティ M45 コンセプトが発表された。フロントバンパーなど一部を市販版と衣装をことにしているが、市販版に近い形での発表となった。日本使用者の市販版については2004年9月に行われたムラーノの発表会にて、ムラーノのほか、ティーダ、ティーダラティオ、ラフェスタ、ノートの5台と共に発表された。エンジンは当初、 V 型6気筒2 5ル v q 2 5出型及び同3 5ル v q 3 5出型エンジンが用意された。3 5ルエンジンについては初期の Z33 型フェアレディ Z に搭載されるものとスペック的には同一のものデるがレスポンスと高回転の伸びが重視されたセッティングとなっており逆に低回転域のトルクは抑えられている。発売時には V 型8気筒エンジン搭載車の追加も発表され、2005年8月に、先に、北米仕様のインフィニティ M45 に搭載される、モノと同型の4.5リットル VK45、出型エンジンを搭載した、450GT シリーズが、追加された。ただし、レスポンスと伸びを重視したため、北米仕様車の最高出力が 340PS であるのに対して、 日本使用車は 333PS となっており、また、日米の車両騒音規制値の違いから、エンジンサウンドは北米使用車よりもおとなしいものとなった。また、このエンジンは 280PS に馬力規制されているシーマに採用されているものとも、同型である、吸気系やオイルパンが専用にアレンジされている。2007年12月に行われたマイナーチェンジでは、 2.5リットル及び3.5リットルエンジンが V36 型スカイラインセダンから採用されている VQ25HR 型エンジン及び VQ35HR 型エンジンに変更され最高出力が大幅に向上一方で最大トルクは若干低下したまたこのマイナーチェンジ時には4.5リットルエンジンにも小変更が施され カムシャフトの制御系が若干変更された。トランスミッションは、ジアトコ製 JR507E 型マニュアルモード付きフルレンジ、電子制御5速 AT5MATX を装備する。D レンジでは、アダプティブシフトコントロールが作動し、路面状況等に応じて最適なギアを自動選択する。また、シンクロレブコントロールは、マニュアルモード選択時にシフトダウンを行った場合、 グリッピング、空ぶかしを行いエンジン回数を上げ、瞬時にギアと同期化する。日産車で初めて、おしぼ端式のエンジンスターターが装備された。プラットフォームには、V35 型スカイラインや Z33 型、フェアレディ Z などにも用いられている FR、L プラットフォームの改良版が採用された。使用される部品の60%以上は、新開発となり、 車種も大幅に強化され、合成はセドリック、クロリアの約2倍となっている。またボンネット、トランクフード、ドア内外板にはアルミ合金が採用され、スチール製の場合に比べて 38kg の軽量化を図っている。サスペンションは、フロントは新開発のダブルウィッシュボーン式、リアはマルチリンク式である。サスペンションアームやサブフレームは、 すべてアルミ合金が採用されている。フロントサスペンションは同じく FM プラットフォームを採用するスカイラインがロアアームの構造としてロアアームを2本に分けたダブルピボット式を取っているのに対しフーガにはタイヤのキャンバ剛性を高めステアリング応答性や操縦安定性を高めるために通常の A 型構造が採用された。なお A 型構造の欠点として挙げられる。 ステアリングの振動は、流体風部樹の採用などによって抑えられている。さらに、フロントサスペンションを取り付けるサブフレームについても、スカイラインと同じ合型構造ではなく、操縦安定性向上のため、あえて高級車には、一般的に用いられない下手型構造が採用された。また、ショックアブソーバーは、日立との共同開発であり、約3年間かけて開発が行われた。 リップルコントロールと呼ばれるシステムによって微小な振動を軽減するほかリバウンドスプリングを内蔵しレーンチェンジやコーナリング時の安定性を高めているさらにダンパーにはデュアルフローパス構造を採用したなお 450GT に採用されるものは若干減衰力が弱められているまた前期型のスポーツパッケージ及び後期型のタイプ S には 日産の 4WS であるリアアクティブステアが採用され、回答性を向上している。なお、このリアアクティブステアは、キーカスと同一のものであり、輸出仕様にも採用されるため、わかりやすい名称に変更された。フロント部分のデザインには、インフィニティや一部の日産のモデルでも採用される、ダブルアーチフロントグリルが採用され、またテールランプの形状は、 V35 型スカイライン及びスカイラインクペなどと共通の L 字型となり、さらに GTK グレードには LED が採用され、点灯部分が V35 型スカイラインセダン後期型や V36 型スカイラインセダンクーペと同様、丸型2連に配列されている。エクステリアデザインは XV 系と g t 系で差別化がなされており、 フロントグリルバンパーなどの形状が変更されている。また、2005年8月に追加された 450GTK モデルは北米使用者と同一の型化されたリアバンパーが装着された。空力性能については CD10.28、後期型タイプ S は0.30、フロントゼロリフト、オプションのエアロパーツ装着で CD10.27、CD 値 フロントリアゼロリフトを達成している。2007年12月のマイナーチェンジ以降の後期型ではフロントバンパーグリル、リアバンパー、トランクリット、テールランプなどのデザインが変更され、エクステリアデザインが大幅に変更された。このマイナーチェンジでは XVK グレードが廃止されたものの、新たにスポーツパッケージの後継グレードであるタイプ S に 標準車とのデザイン差別化が行われた。ホイールベースが長く取られ、また車高も高く設定されているため、室内空間はクラス最大で、さらには1クラス上の F セグメント車である、メルセデスベンツ S, S クラス、BMW7 シリーズ、トヨタセルシオをムしのぐ前後席、ヘッドルーム、後席2ールーム、後席レックルームを誇る。なお、後席スペースは、シマや、 プレジデントなどを抑え、日産のセダンとして最大となる。インパネについては、前期型、後期型ともにほとんど変更がないものの、メーターやナビゲーション周辺の照明色が、前期型ではオレンジが採用されていたが、後期型では紫系の照明に変更された。前期型のシート値には、ブラック本革、ブラックモールジャカード、ネオソフィール、エクル本革。 エクリダブルラッセル、フォーブ本革の5種類が用意され、またフィニッシャーには、ピアノ調、メタル調、木目調、2006年5月の使用工場で廃止、元決めの4種類が設定され、メタル調パネルはブラック系シートのみに、ピアノ調パネルはフォーブ系 E 以外に、木目系パネルは全シート値に組み合わせられた。後期型では、フォーブ本革が、 ブラウンセミアニリン本川に変更され、全グレードで、全シート地、フィニッシャーを選択できるようになった。2004年10月の発売から2007年12月のマイナーチェンジまでの前期型には、GT 系と XV 系の2つのグレード系統が用意されていたが、2007年12月のマイナーチェンジ以降の後期型では、全車 GT 系に統一された。 当初は搭載エンジンに V62.5 リットル及び3.5リットルの2機種が用意されたが2005年8月には V84.5 リットルエンジン搭載のグレードも追加された発売後2週間の販売比率は約3、7で3.5リットルエンジン搭載車が圧倒的多数であり後期型でも最多販売台数のグレードが 350GT であるため 主力は3.5リットルエンジン車といえる。また、3.5リットルエンジン搭載車には、アテーザ、e、ETS を採用する4輪駆動車も用意される。前期型には、XV と GT の2系統が用意されるが、両系統ともに、250XVVIP を除く2.5リットルエンジン搭載車及び3.5リットルエンジンを搭載する4輪駆動車には、 電動調整ステアリングなどの装備が略されている。また2006年5月の使用工場までは加えて、後席エアコンや助手席、パワーシートについても装備の省略がなされていたほか、VIP 系及び 450GT 系以外の全車に、後部中央座席3点シートベルト及びヘッドレストの装備が省略されていた。XV、XV 系には、 XV 専用のフロントグリルバンパーが装着され、GTK と差別化されている。搭載するエンジンは2.5リットル及び3.5リットルのみで4.5リットル車は用意されない。全車東用ゴム工業製プロクセス R3225、55タイヤ及び17インチアルミホイール装着する。また内装では、メタル調フィニッシャー及びフォーブ内装を選択することができ。 XV のほか、XVVIP 及び XV4 が用意され、構成は XV に 250XV 及び 350XV の2グレードが上級グレードの XVVIP に 250XVVIP と 350ZAVIP の2グレードが加えて4輪駆動車の 350XV4 が用意される。VIP には加えて、 後席リクライニングシート、オーディオエアコンシートコントロールスイッチ付き専用、リアアームレストなどが装備される。また、XV 系最上級グレードの 350XVVIP については、リアピラーに専用の VIP エンブレムが装着され、オプションでツインモニターを選択することもできる。ちなみに2.5リットルエンジン搭載の上級グレード250 XVVIP については2005年8月の 450GTK 追加時に追加された。2.5リットル車及び4リンク駆動の 350XV4 については液晶モニターや CD 一体 AM、FM ラジオは装備されるが DVD ナビゲーションシステムの装備が省略されている。GT。GTK には GT 専用のフロントグリルバンパーが装着され、テールランプは LED のコンビネーションランプとなる。GT および GT4 に加え、スポーティングレードの GT スポーツパッケッジ、スポーツパッケージが用意される。スポーツパッケージには、ブリジストン製、ポテンザ r e 0 5 0 2 4 5 40タイヤおよび19インチクロムコートアルホイールが装着され、また、 450GT のみに、同じくブリジストン製のレニオ ER33-245、45タイヤ及び18インチ、クロムコートアルミホイールが装着される。その他のグレードには、XV 系と同銘柄のタイヤと、同デザインの17インチアルミホイールが装着される。GT には、250GT、350GT、 450GT の3種及び4輪駆動車の 350GT4 が GT スポーツパケッジには 350GT スポーツパケッジ及び 450G スポーツパケッジの2種が用意され2.5リットル車は用意されない4.5リットル車には助手席パワーオットマン機構やホンガーシート全席エアコンディショニングシートが標準装備され マフラーに、デュアルテールパイプフィニッシャーが装備されることにより4本出しとな。また、スポーツパッケージ各社には、専用スポーツチューンドサスペンションやリアクティブステア、アルミペダルなどが装備される。2007年12月のマイナーチェンジでは、前期型に用意された、XV シリーズが廃止され、前車、GT に統一された。ただし、 XVVIP については装備充実グレードの GT タイプッ p に同等の装備が含まれ、これは4.5リットル車にも用意された。また、スポーティグレードのスポーツパッケージは GT タイプ S に名称を変更しており、2.5リットル車にも2008年6月に追加された。250GT 及び 350GT4 は引き続いて、 各種装備が省略されているものの、全グレードとも前期型に比べて装備内容が大幅に向上しており、それまで一部グレードでオプションであったビゲーションシステムが DVD 方式から HDD 方式に変更されて全車に標準装備となった。また前期型では、全車オプション設定であったインテリジェントクルーズコントロールについては、それまで低速追従であったものが、 ナビ強調機能不全速追従に改善され、4.5リットルエンジン搭載車全車、及び 350GT タイプ P に標準装備となった。さらに前期型では 450GT のみに標準装備された助手席パワーオットマン機構についても 250GT、250GT 250タイプ S、350GT4 を除いて全車標準装備となった。 また外観についても、タイプ S 及び、250GT タイプ P、350GT タイプ P を除き、全写真デザインの18インチアルミホイールを装着し、マフラーには、全グレードに、デュアルテールパイプイニッシャーが装備された。なお、250GT タイプ P、350GT タイプ P に装着されるホイールは、前期型と同じものであるが、 タイプ s 系に装着される19インチアルミホイールは新デザインのものとなっている。また、タイヤについては17、18、19インチホイール、装着車とも前期型と同盟柄を採用した。また、フェンダーミラーの設定を廃止した。前期型の XVVIP に相当するタイプ P には新たに専用のコンフォートサスペンション、オーバーヘッドコンソール、 リア電動サンシェードなどを装備している。なお VIP エンブレムについては、ツインモニターシステムとのセットオプションとなる。前期型の GT スポーツパッケージに相当するタイプ S には、2008年6月より2.5リットルエンジン搭載の 250GT タイプ S が追加された。新たに専用前後、バンパー、パドルシフトなどが装着され、 ヘッドランプにブラックアート処理が施された。スタイリッシュブラックリミテッド2005年11月に発売。2006年3月末受注分までの期間限定車。ベースとなるのは 250GT、350GT、350GT4、350GT スポーツパッケージの4グレード。インテリアが4.5リットル車用のブラック内装。 ピアノ超フィニッシャーの設定となり、加えて18インチアルミロードホイール、助手席、パワーオットマン機構など4.5リットル車に、標準装備されていた装備や、プライバシーガラスなどの装備が追加されている。ただし、350GT スポーツパッケージについては、ベース車、同様19インチホイールを装着し、また、250GT、350GT 法には当時、 オプション設定であった鉱石エアコン吹き出し口も追加装備された。スタイリッシュシルバーレザー2006年5月に発売。GTK 全車に設定された。グレー色の本革シートなどが装備される、スタイリッシュシルバーレザー専用インテリアを及び、ピアノ調フィニッシャーが採用されたほか、4.5リットル車を除く全車に、全席エアコンディショニングシートが標準装備化され、 スポーツパッケージを除く全車に18インチホイールが採用された。なお、スカイラインセダン、スカイラインクーペ、ステージやーノにも設定された。スタイリッシュブラックリミテッド E2006 年11月に発売。2007年9月末受注分までの期間限定車。先に発売されたスタイリッシュブラックリミテッドと基本的な装備内容は共通であるが、ベースモデルが g t 系前車となり、シートが専用のパールスエード、ホンガーコンビシートとなった。また、ヘッドランプには、インナーパネルスモークメッキが施された。インペル 650SE、650S、星のインパルによるカスタムカー。エクステリア部品として、専用のフロントグリル、リアバンパー、リアスポイラー、フロントバンパースポイラーなどが、加えて、前期。 後期問わず全エンジン用のハイパワーコントロールユニット、パワースロットルバルブ、さらにブレーキ、アルミホイール、ショックアブソーバー、スプリング、マフラーなどが販売されている。また、VK45 で型エンジンを改造し、排気量を5.1リットルまで拡大することにより、最高出力 380PS、5600RPM、最大トルク 53KGFM、 2850rpm まで向上したエンジンも販売されている。三岡リムジン s 5 0 y 5 0型フーガをベースとした、三岡自動車のガリューのホイールベースを 290mm 延長した、ストレッチリムジン、ガリューリムジン S50 が2008年10月に発売されたが、同時にエクステリアデザインをフーガのままとした、三岡リムジン S50 も発売された。 4.5リットル車は、ガリューや、ガリューリムジン同様用意されず、250LX、350LX、350LX4WD の3グレード展開となり、鉱石モニターがオプションで設定される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。